皆さんこんばんは、MK です。ペーパーマリオ RPG パート19やっていきましょう。今回は飛行船のチケットをゲットするために駆け落ちするつもりだというマフィアのボスの娘と若頭を見つけていければと思います。と言ってもこの広いゴロツキタウンからピンポイントで人探しは結構きついんじゃないですかと思う方はぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。ということで星のかけらゲットすることができました。まあ前々からね、ここはハンマーで叩けば地面が揺れるというのが分かっておりました。他にも揺れる地面いっぱいありそうですけど、こうやって叩きながら進むのはさすがにね遅くなっちゃうということで、ちょこちょこ叩きぐらいでやっていきましょうか。そして駆け落ちというと、まあお似合いのロマンチックな乗り物がありますよね。多分その乗り物が止まるところにいるんじゃないでしょうか。ということで港に向かっていきましょう。あなたは誰ですか？イタチ？こんにちは。あなたマリオさんですね。はい、そうですけど、嬉しいな、こんなところで有名な人に会えるなんて。そうだ、マリオさんも一口乗りませんか？え？何、怪しい話？詐欺？私モコリムはこれからカラカラ砂漠というところに石油を掘りに行くんです。一攫千金を夢見て今日まで生きてきましたが、ついにチャンスが来たのです。でもまだお金が足りなくて、ぜひお金を貸してほしいのです。ちょっとやかな。一口100コインから受け付けてます。ぜひお金を貸してほしいのです。100コインはもうどうやっても無理だわ。今103コインしか持ってないから、ちょっとごめんね、貸せないよマリオは。有名人なんだけどお金がなくて。そうですか、残念ですが仕方ないですね。でもしばらくはここにいるので、お金を貸してくれる気になったらまた声をかけてくださいね。絶対怪しい人だぞ、こんな影のところにいて。現実でこういう人いたら皆さんお金貸しちゃダメですからね。そしてあなたは旦那、あんまりぼんやりしてるとそのうちえらい目に遭うぜ。何せこの町ゴロツキタウンはやばい連中がたくさん住んでる町だからな。うわすごい怖い人いるけども、あなたは？こんにちは。がむしゃらに働いてもいつまで経っても金持ちなんかなれねえ。でもよ、働かねえと生活できねえんだ。ということで、おうおうおう、邪魔だ、どけどけい。ああ頑張って働いてくださいね。この辺りとかも怪しくないか、地面大丈夫か。クリスチーヌちゃんと最初会ったところなんですけど、あ待てよ、おいお前、こないだ逃がしたやつだ。お前ボロどうだったっけ。うわ取り立て屋、なかなかしつこいじゃねえか。クソ、捕まってたまるか。うわまたどっか行った。もうあいつ何回追いかけっこする気なんだ。そしてこういうところ星のかけらとかないですか？ないですね。なんかさ地面怪しいけどな、普通にありそうな気がしない？こういうところほらあった。もうこういう広いところはあるんだって。よかった、ちゃんとやっといて。ということで星のかけらゲット、今何個？19個。あと1個どっかでゲットしたら交換しに行きたいよね。そしたらこの辺りは大丈夫か。特にこの先に、あーやっぱいるよね。そうだよね、駆け落ちといえばロマンチックな船でしょう。え、何か用かしら。あのお父さんが探してるよ。え、パパに頼まれて私たちを連れ戻しに来たですって。そうなんだけど、どうしようピートン、パパに見つかってしまったわ。あと少しで船がやってくるのに。お嬢さん、こうなったらボスにもう一度ちゃんとお話ししましょう。まあそれがいいんじゃないか、筋を通さないと。やっぱりマフィアですから。ダメよピートン、そんなことしたらあなたはどんな目に遭わされるか。お嬢さん、ちゃんと話せばきっとボスも分かってくれますよ。そうだよ、あのボス結構物分かりは良かったぞ。ピートン、あなた私を愛していないの？いや愛してるからこそでしょう。もちろん愛していますよ、この世の誰よりも。じゃあ逃げましょう、地の果てまでも。お嬢さん、見つかった以上逃げるのはもう無理です。大丈夫、愛は障害が多いほど燃え上がるのよ。私の愛の情熱はあなたと結婚するまでもう誰にも止められないわ。そういうことであなた、お願いだから私たちを見なかったことにしてくれない？見なかったことにしたいけど。わかったよ、 MK さんも人の心があるからな。地の果てまで2人で逃げるがいいさ。ああありがとう、あなたってとってもいい人なのね、お幸せに。いやでもいいのかこれで。とりあえずボスに報告はしに行こうか。どうしましょうマリオちゃん、とりあえずモンテオーネちゃんに報告しておかないとね。でも私、痛い目に遭うのは嫌よ。私だって嫌だよ。でも飛行船のチケットがないとね、あのスターストーンが手に入らないから、とりあえず行くだけは行こうよ。であの2人はもう MK さんも人の心があったから逃がしちゃったと、ちゃんと説明しよう。ボスも分かってくれるはずだよ、結構物分かりがいいボスだったから。大丈夫だクラウダさん。ということで、いやーでも
あれ良かったのかな、選択肢どっちだったんだろう。でもな、障害が多いほど燃え上がるって言ってたしな。なんかでもな、あの若頭の方は筋を通そうともしてたんだよな。どっちの気持ちを汲んであげるべきだったのか分かりませんが、とりあえずボスに報告しに来ました。ボス、私が痛い目に遭うならしょうがない、逃がしちゃいました。おう、おめえか。でどうだ、あいつらがいる場所は分かったか。分かった。でも地の果てまで逃げるってよ。そうかい、ゴロツキ港にいるのか。よくやってくれたな。約束通り飛行船のチケットを用意してやろう。おい、おめえら、あいつはゴロツキ港だ、行くぞ。え、待ってパパ、あ、来たの、やっぱり。話をしに来たんだ、モニー。あ、モニーっていう名前だったんだ。ボス、申し訳ありません。若頭、ピートン、おめえどの面下げて戻ってきやがった。まあそうだよな。ちょっとちゃんと話をしよう。お願い、ピートンを責めないで。駆け落ちしようって誘ったのは私なんだから。それにやっぱり戻ってパパとちゃんと話をしようって言ったのも彼なのよ。まあそうだよな。ボス、私はどうなっても構いません。だからお嬢さんのことは許してやってください。どうするんだよボス。パパ、悪いのは私なの、罰を与えるなら私に与えて。ボス、すべて私の責任です。パパ、ボス、どうすんだ。ボス、うるせえうるせえ。おーおお、怖い怖い怖い。モニー、お前のような娘にはほとほと愛想が尽きた。そしてピートン、せっかく俺が目をかけてやったのに恩をあだで返すようなことしやがって、おめえには本当にがっかりさせられたぜ。パパ、まあそうだよな。ボス、おめえたちの顔なんぞもう見たくもねえ。二人ともさっさとどこかへ行っちまえ。え、ボス、もしかして。え、なんて言うとでも思ってるんだろう。その通りだ、結婚でも何でも勝手にしちまうがいい。パパパパ、ちょっとパパじゃなかった、ボス。いや、あんたがハートつけるのはちょっと違うだろう。いや、さすがボスだね。やっぱね、人の気持ち、こういう情には熱いのよ、ボスっていうのは。ありがとうパパ、私たちを許してくれて。ボス、お嬢さんはきっと私が幸せにしてみせます。えい、早く行っちまえ。くすん、そうだよな、パパ泣いちゃうよな。お嬢さん、お幸せに。兄貴、よかったっすね。お約束の展開ですが、なかなかいい感じっすよ。そうだな。いや、さよならパパ、本当にありがとう。いや、ボスちょっとボスの情を見たな。おめえまだいたのか。あの、チケットくれません？ふん、とりあえず娘たちを見つけて連れてきてくれたというわけだ。こんな結果になっちまったかな。まあ約束は約束だ、飛行船のチケットをおめえにやるぜ。ありがとう。いやー、ちょっとボスの器だったね。これはマフィアのボスだ、確かに。飛行船のチケットをゲットだ。ウーロン街へ行く飛行船に乗れるチケット。クソ、あいつこの俺にも見せたことないいい笑顔をしやがって。おめえなんかに頼むんじゃなかったぜ、ありがとうよ。いやー、こちらこそありがとうよ。おめえのしけた顔なんぞもう見たくもね、また来てくんな。ということで、ボスはああ見えて照れ屋だからなかなか素直になれねえんだ。一応ボスはあんたに感謝してるってことさ、わかってるよ。いや、いい人だな、あんたらのボスは。なんだかんだ言って、ボスはお嬢さんのことが心配だったのさ。そうだよな、一言声かけて欲しかったんだよ。パパだからな。やったわね、マリオちゃん。これでウーロン街に行けるわん。そうだけど、ちょっとウーロン街の前にいろいろやりたいことが山積みだから、その辺やっちゃっていいか。これさ、雷ドッカンもうちょっと、ちょっと待てよ。雷ドッカンじゃねえや。雷ゴロゴロだったわ。あのさ、なんだったっけ、バッチ、なんだ、フランクリか。フランクリが言ってた、バッチあるじゃないですか、踏んだり蹴ったりじゃなくて、なんだったっけ、あの雑魚敵全員倒すみたいなバッチがあるって言ってたんだよ、あの宿屋の2階のバッチ屋にね。だからそれをちょっと買いに行きたいんだけども、現状お金が103コインしかないんだ。それで足りるかどうかって話で、でそのバッチがね、もしかしたら地下のあのバッチ交換の人も持ってるかもしんねえから、とりあえずちょっとそこ行ってみてもいいか。そこでなかったらまた考えよう。そして1コインも無駄にできないから、このちゃんとゴキブリを倒して、ほら1コインゲットしておきましょう。そして MK さんの記憶が正しければ、この地下の右側に1個叩ける地面あったよな。ちょっとそこもついでにやっちゃっていいか。この辺りはないよね、この辺りはない。なんかね、この下辺りにあったはずだ。ほらね、これも星のかけらのはずでございますが、結構シビアなんだね。オッケー、これで20個目じゃない。20個目ありがとう。こっち側とかってちなみにさ、なんかできた、あ、ここって行ったことあるっけ。行ったことない気がするよ。これ
入ったことなくないか。はい、土管入りました。後ろだ。おいおいおい、来たことない施設まだまだあるじゃないですか。ということでこちら入っていきましょうか。誰かいる？こんにちは。おお、びっくりした。何？蚊取り線香焚いてるけど、あ、アロマか。ハロー、ようこそ、ご機嫌いかが？私の名前はサンデール。地下のキュートなおまじないし、ここに来るとはとってもラッキー。私はまじない得意なの。まじないすれば不思議なパワー、ピキンと聞けばベリーラッキー。あなたもどうです？かけてみない？まじない受ける準備はできた？じゃあ受けようかな。まじない、それならグッドでナイスだわ。コースを選んでハッピーになって、あなたが選ぶのどのコース？コースかコース50。いやー、でも受けるんだったら50コインだよな、ここ。いや、でもちょびっとでいいです。ちょびっとください。ちょびっとコースで OK。 いいわよ、私はいいわ。あなたの準備もいいわよね。それじゃあ行くわよ。ということで、まあしょうがないよこれ。おお、箱に入った。何、おお、マリオさん、ぐるぐる回って5コインのまじないがかかっております。5コイン程度で何が変わるんだ？アイテムがもらえるってこと？不思議なパワーであなたもハッピー、グッドなバトルをエンジョイしてね。嫌な相手が来ても OK。私のまじない聞くからラッキー。それじゃあまたね、また来てね。次に会うまでさようなら。え？何だったんだ？なんかバトルがどうこうって言ってたな。バトルでなんか連鎖が決まりやすくなる。あら決まりやすくなるとかそういうことなんだろうか。ちょっとわかんないけど、ちょびっとコースだからもしかしたら効果はあんまり体感できないかもしんないな。まあ、人助けだと思って5コインあげましょう。危ないよ。あ、こいつ、いや待って、この辺叩く、ないよし、じゃあクラウダさんそっち行くぞ。っていうかさ、クラウダさんがいればなんとかなるところちょこちょこあった気がするな。いや、でも後ででいっか。今後もまだ仲間とかいっぱい手に入るだろうから、それをゲットしてからやった方がいいよね。ほら、ここも絶対爆弾とかでどうにかするところじゃん。地下の本格的な探索は後にしましょう。そしてあなた、どのバッジと交換する？20もあるぞ。先制されね、たまにだけアイテム出る。あー、ないか。あー、素早く変わるフラワー節約。HP ミエールはいらないか。ハートデール、あんまいらないかもな。もう今持ってないやつ、とりあえずパワープラス P、 仲間の攻撃力1アップ、これかな結局。6か、6多いけどこれだな。はい、とりあえずじゃあこれ交換して、あとは5あるからアイテムデール持っとく。あ、でも BP3 も使うのか。ピッキョロン B とかって必要なんかな、わかんないけど。この辺ちょっととりあえず交換しとくか。はい、たまにラッキーと2あるから先制されない、持っておきましょう。これバッジのコンプリートで何かみたいなのってあるんだったっけ。ふふ、おじさんのおかげで星のかけらのコレクションが増えたよ。また交換しに来てね。多分全部交換すれば何かみたいなのはあると思いますが、よーし、そしたらだ、これ今地震アタックとパワープラスは絶対欲しくて、アクロバットアカルも欲しいんだよな。だからフラワーフエール、あー、どうすかな。あと3あるんだけど、連続ジャンプも今つけてんのか。次々ジャンプあってもいいよな。次々ジャンプつけようって。あー、ハッピーハートか。ハッピーハートチャージミニミニフミー。あー、これでも技だもんな。バトル中毎ターン確率で仲間の HP 先制されない、たまにラッキーつけとくか。そうだね、これで相手がたまにミスすれば結構でかいと思うんですよ。でっかい攻撃とかミスしてくれると嬉しいしね。ということで、じゃあこちらでセーブしまして、先に進んでいきましょう。で、問題はそのバッチだよな。まあ、とりあえずいくらかだけ見に行くか。フランクリ先生も言ってたしな。そうした、久しぶりだけど、あなたからなんか聞いてくか。いやいや、バトル達人の私に何の用だね。秘訣を一応聞かせてくださいな。どの秘訣が聞きたいのかね。まあ、上3つ聞いてるから、バッチの入手方法ちょっと聞きたいかも。バッチは冒険中に宝箱や赤いブロックから手に入ることができるぞ。あ、これ赤いブロックって確定なんだ。
へえ、それ今知ったわ。他にもゴロツキタウンのバッチ屋でも買うことができるから覚えておきたまえ。バッチ屋に行くにはゴロツキタウンの宿屋の2階から外に出てみるといいぞ。またゴロツキタウンの地下には特別なバッチを星のかけらと交換してくれるキラロくんがいるぞ。あ、さっきいた子だね。そしたら、あ、ハンマーの届く敵とか見ておこうか。マリオくんのハンマーは地上の手前の敵にしか届かないぞ。後ろの敵を攻撃したいときはジャンプで攻撃するのだ。まあ、なんとなく分かってたけどそういうことだよな。しかし装備するバッチによっては後ろの敵にも届くハンマー攻撃ができるようになるそうだ。そうそう、飛んでいる敵でも地面の近くにいるものにはハンマーが届くことがあるぞ。なんかね、飛んでる敵もね、2段階ぐらいあるんだよな、高さがな。そしたらガードのコツ聞かせてください。ガードのアクションコマンドを決めると敵からのダメージが1減るぞ。その上、眠りやストップなどの悪い状態変化にかからなくなる。へえ、それも今知った。アクションコマンドをうまく決めるコツは攻撃が当たるときに A だぞ。そうですね。じゃあスーパーガードも教えてください。なんとスーパーガードに成功すると敵の攻撃でダメージを受けないぞ。その上、相手にダメージを与えることもあるのだ。ぜひ狙ってみるといいぞ。アクションコマンドをうまく決めるコツは攻撃が当たる瞬間に B だぞ。そうですね。お、ナイス、グッド、グレート。これも聞きたい。マリオくんたちがアクションコマンドをうまく決めると観客からスターパワーが飛んでくるぞ。ナイス、グッド、グレート、ワンダフル、エクセレントの順にもらえるスターパワーが多くなるからな。ちなみにバッチ簡単になるはアクションコマンドが決めやすくなる分もらえるスターパワーが少なくなり、バッチ難しくなるはアクションコマンドが決めづらくなる分もらえるスターパワーが多くなるぞ。じゃあ簡単になるちょっと欲しいな。へえ、なんかその辺ありがとうね、教えてくれて。他に何かよ、あ、とりあえず今は大丈夫です。そしたら社員は2個しかないもんな。とりあえず、あ、待てよ、あの泥棒のやつさ、どっかにいるだろう。待て、最後逃げそうなとこは元の場所じゃねえのか。戻ってきてんじゃねえのか。戻ってきてねえな。だとしたら裏だな、ど真ん中の裏、そこが怪しい気がする。そうだそうだ、あいつなんだったっけ名前、ボロドーのピートン、なんだったっけピルトンみたいな、なんかそんな名前だった気がするけどもな。この辺にいるんじゃねえのか。おい、お前知ってねえか。知らねえか。いねえな。あの基地にいるんじゃねえの。そう、泥棒の家があるんだよ、こっち側に。まあ別人だったら、うわ、本当にいるじゃん。おい、お前降参しろ、そろそろ。うわ、取り立て屋、ぜぜ、クソ、なんてしつこいやつだ。ち、俺も男だ、こうなったら好きにしろ。ああ、よかった、とりあえずこれで1個終わりだ。なんだったっけ、ミッション。おうおうおう、どうやら捕まえたようだな。これ報酬だ。お、いくらもらえるの。30枚。待って、これコイン稼げるな、結構ありだぞ。さてと、どうせ金はもうないんだろう、ギッタンギッタンにしてくれるわ。ひー、勘弁してくれよ。ということで、とりあえず、わー、ギッタンギッタンにされてる一つ依頼完了しました。この調子でちょっともう1個ぐらい依頼やるっていうか、コイン、バッチが、でも130じゃ絶対買えねえしな。130じゃ買えないと思う。160。もう一個完了してから行こう。よし、その作戦でやらせてください。そして今、コインが129でしょ。ちょっと中途半端なの嫌だからさ、ここ、あー、ゴキブリいない。もう、ここで無限に1コイン稼げると思ったのに。そしたら、ここだったっけか、イライヤは。あ、じゃ。ジャンプの、くるりんジャンプしてしまいましたが、他にはないか。あ、横の掲示板見ればいいのか。うん、あ、お悩みセンター大丈夫です。説明は。上からやってくか。じゃあ鍵を探してくれ、行きましょう。ギース、俺はギースというものだ。鍵をなくして家に入れなくなってしまった。ゴロツキタウンのどこかにあるはずだから、誰か探してくれ。ゴロツキタウンの東エリアにある一番奥の家の前で待ってる。ほう、あ、ギースのイラ、待って、あー、この右のところか。あれ、なんか特別な建物だと思ったら、ただの人の家なんか。ここでしょ。あんたが俺の依頼を受けてくれたのか。じゃあとっとと探してきてくれよ。誰かに鍵を拾われて勝手に入られちゃ困るから、俺はここで家の番をしているよ。鍵はバッチ屋に行った時に落としたと思うんだがな、はっきりとはわからないんだ。おう、じゃあバッチ屋までの道のりのどっかにあるはずだ。わかりやすい情報ありがとうございます。そしたらちょっとゴキブリ一体ぐらいいねえか。1コイン、あ、いた。1コインとりあえずゲットしたいから。はい、オッケー、これで130で、鍵を見つければ160になるはずだ。いや、どうなんだろうな、160でその雑魚敵全員倒すのバッチがもらえるかどうかでございますが、はい、一旦ここセーブしまして、宿屋の2階からだな。この辺に落ちてるんじゃないのか。落ちてないか。
お、なんかあの人やっぱ歌歌ってんだよな、赤い宝石。後々多分何かしら重要になってくる人なんでしょうね。そして木の G にピーチのこと伝えた方、あ、鍵あるやん、やった、家の鍵をゲットだ。どこかの家の鍵なくした人はきっと困っているはずだ。そうですね、そしたらちょ一回届けるか一回届けて30コインゲットしてからバッチ屋に行こう。その方がいいよ、今バッチ屋入ってさ買えないって言って戻ってくるのはちょっとね、バッチ屋の人に恥ずかしいですから。やっぱりね、 MK さんもちょっとカッコつけたいところがあるんでよろしくお願いします。ということで鍵ゲットしてきたよ。これであなたも30コインくれる？見つかったか？はい、見つかったよ。これでしょう、家の鍵。中にもなんかあんのかな？おお、俺んちの鍵。これでやっとマイホームに入れるぜ。ありがとうよ。これは報酬だ。受け取んな。はい。どうだ？おお、やっぱり30コインだ。これ固定なのかな？結構稼げるぞ。え、依頼やってく？結構やってくのありな気がしてきちゃってる。そしたら、うわ、暗いな。こんにちは。よう、あんた、何もねえところだが、遠慮せずにゆっくりしていけよ。本当に何もないか？星のかけらとか、あんじゃねえだろうな。隠してんじゃねえだろうな。ないな。ないな。ない。なかったわ。オッケー。ということで、この家は何もなし、右側も登れそうにないので、そうだな。とりあえず、じゃあバッチ屋行ってみようか。で、バッチ買ったら、もうさすがに行きましょう。で、お金が余ったら、あの、情報屋のところ行くってのも一つあるんだけど、いや、でもあの情報屋もな、なんかいい情報持ってるかって言われると、ちょっと怪しいんだよな。なんか5コイン払えば情報くれるみたいに言ってたさ、あの、太ってたおじさんがいるじゃないですか。あの人、もうちょっといっぱい払い続ければいい情報をくれたりするんでしょうか。よし、じゃあバッチ屋入っていきましょう。MK さんが、お、あるんじゃない？ピンチでラッキー、ピンチで、あれ？M、これは調べる。いらっしゃいませ。バッチ屋ラブリーチューチューへようこそ、ようこそ、ようこそ。初めてのお客様には当店のご利用方法を説明させていただきます。そちらの棚の上に並んでいるのが当店のおすすめバッチです。それ以外のバッチが買いたいときは一番右にある段ボール箱をご確認ください。以上が当店のご利用方法になります。もう一度説明しましょうか。あ、もう大丈夫。大丈夫ですよ。では引き続きショッピングをお楽しみください。うわ、待って、めっちゃあるな。めっちゃある。あ、簡単になるあるじゃん、さっき言ってた。そして、え、待って、あれ、あれ、なんか、フランクリが言ってたやつは、貫き殴りじゃなくて、たまにラッキーじゃなくて、ハッピー、あれ、待って、この辺にあるか。ピンチで守る、ピンチでラッキー、ガツンじゃ、これだ、やっつけアタック。弱い敵はフィールドで先制攻撃することで倒せるようになる。これ欲しい。よし、これ0 BP でいいのか、しかも100で済んだわ。じゃあこれ絶対つけた方がいいじゃん。はい、じゃあ、やっつけアタックもつけました。うわ、残り60コインあるぞ。待て。ガツンジャンプ。あ、夏迷路もちょっと欲しいんだけどね。余ったら買おうか。うわ、でも60コインじゃこの段ボールの中のものは買えないな。まあ、とりあえず、いっぱいここに置いてあるということはわかりました。これさ、とりあえず使っちゃうか、コイン。じゃあ、ピンチで守るを買って、はい。で、残り1コインあるから、夏迷路買います。これ0 BP だから、まあ、どっかでつけてもいいですけど、とりあえずは、ちょっとあの、リメイク版のね、音でやりたいと思いますので、あまりちょっとつけずにやっていきましょうか。そしたら、行こうか。そうだね。よし、じゃあ、飛行船のチケットもゲットできたということで、乗り場に向かっていきましょう。多分、乗り場はこの東エリアじゃねえ、西エリアの上の方かと思います。前に一回行ったことあるよね。そう、その時はね、飛行船のチケットも、電車のチケットもなかったからね、どこにも行けなかったんですけども、そしてさ、この辺なんか盛り上がるところなかったか？私の記憶が正しければよ。なんか一箇所あったような気がするんだが、この辺あるー。オッケー、星のかけらゲット。ちゃんとこういうところやってった方がいいね。あんた色合い的にペンギンキノピオに似てるけど、この頃はペンギンキノピオいないからなたまたまかと思います。ということで、じゃあこちらセーブして乗っていきましょうか。この飛行船はウーロン街行きです。お乗りになるにはチケットが必要です。はい、これチケットを確認いたしました。お乗りになりますか？はい、お乗りになります。よろしくお願いします。よかった、通れるようになった。では足元に気をつけてお乗りください。おお、ちゃんとそのなんかお辞儀みたいなモーションがあるんだ。待って、こっちめっちゃ怪しい。だよね、絶対そうだったよね。オッケー。うわ、2個手に入ったんだったらなんか交換しに行く？いや、でもな、
これ戻ったらチケットを払ってないことになったりしたら嫌だから、このまま入っていきましょうか。後ろに行って反対側とか怪しくねえか。こういうとこ気になっちゃうんだよ私。なんもないな。その奥とかも大丈夫か。星のかけらとかあるんじゃねえのか。ああ乗っちゃった。まあまあいいでしょう。すごい仕組みだどういう仕組み、すごくなかった今。ということで飛行船の旅レッツゴー。確かここムービーあるよね。おおすごい、いいね。おお、あ仲間たちがみんな、ここの表記さ、多分ゲームキューブ版さ、仲間たち全員じゃないよ。すごー、なんかその時後ろにいた人しか映んなかったはずだけど、仲間で冒険してる感が増えていいですねこの演出は。ということでステージ3燃えろ、燃えよチャンピオンやっていきましょうか。ちょっと副題からは何を言ってるんだという感じでございますが、まあ闘技場があるっては言ってましたよね。そこのチャンピオンに挑めということでしょうか。といってもそのチャンピオン関係あるかな、どうなんでしょう。スターストーンをチャンピオンが持ってるということはないだろうし、なんか優勝商品のトロフィーがスターストーンとかそういうことなんかな。わ見えてきた、すげえ場所だな。ここは確かに大金持ちたちのなんかね、娯楽場になってる可能性はありますよね、こういうところね。いや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 、ちゃんと紙の演出で下に降りていきますと、ワンワンのその看板みたいなのがちょっと気になるところなんですけども、ていうかでかくねかったか今マリオ。まあまあまあ背景演出だからな。おーすげー、いいね。うわすんげー金ピカのボム兵がいる。ちょっとあれ気になる。あそして後ろには何だったっけ、旅行大好き三姉妹がいるぞ。うわ社員あるけど、ここが空に浮かぶ街ウーロン街ね。闘技場には刺激的な男たちがたくさんいるのね。なんだかワクワクしちゃうわ。まあ結構男好きっぽいからな。ということでウーロン街やってきました。ちょっと旅行大好き三姉妹だけ話しかけていいか。さあスターストーンを探しに行くわよマリオちゃん。はーい。でちょ後ろの君たち、花花村でも見ましたがこんなところにもいるんですね。どうやって来たのここまで。私たち世界中を旅する旅行大好き三人娘、あ三人娘か、ごめんね、影三姉妹と混ざってたわ。であれは影三人組か。でもここウーロン街では格闘大好き三人娘よ。あーそうなんだ、うん、いいよそういうのは。とあれえこれ、あらちょっと嘘、これ届かないじゃん、なんで。ちょ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 、ひとマスどっかからブロック持ってこれねえかこれ。え、おあなんかあるわ。ということで宿泊券ゲット。あとはここお店、フレッシュジュース、うわーいっぱい人いるけど、こんにちは、ボンジュール、ヒゲのムッシュ、あんたもここに来たのかい。僕は今あそこにいる美しいマドマーゼルに夢中なのさ。あんたは手を出さないでおくれよ。ほんとだ、めっちゃ綺麗なキノピオがいる。こんにちは、そのヒゲどこかで見たことあるわね。そうマリオっていうの、確かにどこかで聞いたことがある名前だわ。ああ有名人だとしてもなびかない。これは結構大変なマドモアゼルだぞ。ちょっと神々でしたが、いらっしゃい、ここは闘技場を愛するファンが集まる場所ですよ。どうぞごゆっくり。あ、特にジュースが飲めるわけじゃないのか。今日のメインイベントで勝負だ。俺はゴールドホークにかけるぜ。相手が誰であろうとな。ゴールドホーク、そいつが強えのか。そしてあなたはこの辺りでは見ない顔だね。旅の人かい。僕は格闘技マニアのクモノリさ、よろしくね。クモノリ銃ゲームのことクモノリって言うんだ。うわそしてここにもいました。まあ確かにね、カンフーっぽい雰囲気ではありますが、そしたらここクルリンジャンプでしょう。オッケー、仕掛けを動かしていきましょう。お上に宝箱あるぞ。あれはゲットしといた方が良さそうですね。上に登ってで宝、あ待って、星のかけらもあるわ下に。あパワープラスピ、ちょっと待って、これさっき買ったよな。待って、かぶったのでは。えこれかぶった。パワープラス、パワープラスピー、パワープラスピー、あれかぶってない、パワープラスピー、うわかぶってるわ。嘘でしょ、もう MK さんせっかくこれさ星のかけらで買ったのに被るんかこれ。うわそしてそこの星のかけらは
今んとこ取れねえのか。あ、じゃあちょっといろいろ探索したいところでもありますけど、一旦今回はこれぐらいで終わっておきましょうか。じゃあ次回はちょっとね、あのゴールドホークとやらなんかいるみたいですので、いろいろこの辺りも探索しつつそいつを見つけていければと思いますので、ぜひチャンネル登録と高評価をして次の動画をお待ちください。ということで今回の実況はここまでです。チャンネル登録がまだの方、ぜひぜひお願いします。また次の動画でお会いしましょう。さよなら、星のかけらゲット。